古代イギリシャでのギリシャ人たちのコミュニティ現在、ギリシャ人が多い国を示す。ディアスポラ、または民族離散は、撒き散らされたものという意味のギリシャ語に由来する言葉で、よくパレスチナ以外の地に移り住んだユダヤ人及びそのコミュニティに使われたが、古代から現代にかけてのギリシャ人のディアスポラ、アルメニア人のディアスポラにも使われて、最近では、家教、隠教、 日本人のディアスポラなどと広く使われている。ディアスポラは元の国家や民族の居住地を離れて暮らす国民や民族の集団内しコミュニティ、またはそのように離散すること自体を指すようになった。難民とディアスポラの違いは前者が元の居住地に帰還する可能性を含んでいるのに対し、後者は離散先での永住と定着を示唆している点にある。 歴史的な由来から、英単語としては、民族などを指定せず、大文字から、単に、ディアスポラと書く場合には、特に、イスラエル・パレスチナの外で離散して暮らす、ユダヤ人集団のことを指し、小文字からディアスポラと書く場合には、他の国民や民族を含めた一般の、離散定住集団を意味する時代もあった。しかし、 もともと古代ギリシャのディアスポラに使われたもので、最近ではアルメニア人のディアスポラ、家境、海外の家人、そして欧米の大都市で居住、労働するインドア大陸出身の知識人、アメリカ・メキシコ国境における地下のの分裂、ブラックアトランティックといった多様な文化的枠組みを記述する上でこの述語が用いられるようになっている。古代ギリシャではギリシャ民族が ギリシャの国を離れて地中海沿岸や国海沿岸に進出してギリシャ人コミュニティを作っていった。近代に入ってあと19世紀は政治的な理由で20世紀には経済的な理由でギリシャ人の海外進出は続いた。パレスチナディアスポラの花嫁部屋古代地中海世界の諸都市にはユダヤ人共同体が多く存在する。一般的に 周辺住民によるイスラエル民族への弾圧によって成立したと言われることが多いが実際には人間や物資が地中海世界を自由に往来する中で発達したフェニキアの植民地であったカルタゴは滅亡の後バール信仰を捨てユダヤ教への改修が進んだ古代世界最大のユダヤ人コミュニティはエジプトの大都市アレクサンドリアにありローマ属州時代に存在したものである ユダヤ人の本国フェニキアでもユダヤ教への改修は進み、それがキリスト教普及への流れを生んだ。ユダヤ人は多くの都市において自治組織を持ち、独自の宗教、文化を守って暮らしていた。古代以来、地中海世界でユダヤ人はギリシャ人と商業面で競合することが多く、迫害されることもあった。また、ローマ帝国においては兵役に着かず、 唯一神以外礼拝しないユダヤ人は得意な存在とみなされることが多かった。離散したユダヤ系の人々は追放を受けるなどとされていたほか土地が与えられずに迫害を受けることがあった。初期キリスト教は各都市のディアスポラのシナゴードを拠点としてローマ帝国内に広まっていった。初期キリスト教とはユダヤ教の街道において礼拝を行うことが一般的であり、 当時におけるディアスポラの存在意義は大きい。ユダヤ人のディアスポラの歴史をわかりやすく展示したディアスポラ博物館がテルアビブ大学の校内に設置されている。4世紀にいち早くキリスト教を国教として取り入れたアルメニアは大いに繁栄し、その後イスラム教を受け入れた国々に囲まれ圧迫を受けても11から12世紀には南トルコに キリキアアルメニア王国を建てるなどもした。しかしその後勢いが衰えて、アルメニア人はレバノンなど地中海西部へのディアスポラができた。近現代には19世紀末から始まったオスマントルコで起きたアルメニア人虐殺、また20世紀にソ連に組み入れられて起きた宗教弾圧などで西ヨーロッパや南北、アメリカやオーストラリアなどでのディアスポラが大規模に行われた。 アフリカ人のディアスポラという用語は1990年代から言われるようになった。16世紀から19世紀にかけて西部アフリカ、中部アフリカの黒人たちが大西洋奴隷貿易を通して大勢南北アメリカへ渡った。ディアスポラが頭脳機関して母国の発展に寄与するチータ世代として歓迎するアフリカの国も出てきている。家境も近年では 世界的に中国人のディアスポラという視点で捉えられている。インド系の人々の海外移住者を中国系の家境になぞらえて隠境と呼ぶ。南インドのドラビダ人は海洋民族であり、古来からインド洋を越えて東南アジアやアフリカにまで渡った。しかし、近現代のインド人海外移住は三つの波があった。まず一時はイギリス支配下の19世紀には、 同じイギリス支配下のマレーシア、南アメリカのガイアナ、アフリカ東部のタンガニーカ、ケニア、ウガンダなどに農業従事者として移住が行われた。2次、3次は主に20世紀後半で肉体労働者として中東諸国へ渡る者たち、高い学歴を生かして主に欧米諸国に渡る人たちができた。インド系住民はイギリスに720万人。 アメリカ合衆国に住む412万人である。インド系住民が勢力を持つ国には、シンガポール、マレーシア、ガイアナ、トリニダード・トゥバゴなどがある。人数も広がりも中国ほどではないが、日本でも主因戦時代のアユタや日本人街を経て、明治以降はハワイに、北米大陸に、中南米諸国に日本人が移動した。また、第二次大戦以降は、 経済的困難な時代の移民という形や、その後の経済進出、または海外在住退職者などで海外に日本人コミュニティができた。こうした現象は、特に1990年代以降、日本人のディアスポラという概念で世界的にはくくられている。ありがとうございます。